どこに向かって話せばいいですか。あ、こっち、はい、兵庫県出身です。島には僕一人しかいないですね。そうじゃないともう怖いですね。僕の所属していた、いや今も所属してるけど、日本の観測所には40〜50人の研究員がいたし、中国やロシアの研究員もいたから、この島にはかなりの数の人がいましたね。研究員だから彼女たち、彼女たちっていうのは大乳洞のあのでかいエビのことや、彼女たちの研究をしているはずなんだけど、一日の大半は海岸に横たわる彼女たちの死体処理をしています。朝起きたらまずは探査ドローンの回収に海に行きますね。ドローンの漂着地点というのが、そのおよその位置が GPS で把握できるんで、その位置に行きます。まあ、そのドローンっていうのは、大乳洞の発生源とか、あと生態を探るために毎日海に放流しています。まず大乳洞っていう生物が漂着するとか座礁するとか、まあ、そういうふうに言う人がいますけど、それはちょっと表現が違いますね。今は僕が研究しているのは、その大乳洞が陸に上がってきても死しか待っていないのにもかかわらず、どうして陸に上がってこようとするのかっていうところですね。この防護服は彼らの死体の腐敗臭や虫とか感染症から僕を守ってくれます。埋葬はここで仕事を始めてからずっと行ってますね。誰が始めたのかっていうのはよくわからないんですけど、僕はここに来る前から日本の研究者はやってたそうです。